まあ大体この4つでしょ多分。あと20キロぐらい。お、仕事頑張ってね。だから今日の夜中とか明日の夜中の2時だ。今日の夜中の2時につけたから。帰りは新宿まで歩こうかなと思うけど、新宿早めに着いたら池袋まで歩こうかな。まあ、とりあえずは24時間歩く。でもどうだろうね、池袋まで歩いた方がいいね、終電なくなるから。くるみに会いたいしな。まあ歩けるか分かんないけど、首っつうか肩凝ってるよね。だから肩凝ってるから首が不安定でしょ。首座ってないんだよ。ぶち壊しの責任は取れないね。うん、チックだよ。最近目もこうやってやっちゃうから。いや、ほんと肩凝ってるんだよ。肩凝ってるからこうやってやったら、まあ左の肩が伸びるんだよ。でこうやってやったら右の肩がまあ多少伸びるでしょ。だからやるんだよ。肩凝ってるの、首が凝ってるわけじゃない。でそうやってやってたら癖になっちゃったんだよね。で配信始めてからこういう癖ができちゃったな。配信してない時はこういう癖なかったんだけど。あんまとか、いや行ってない。だから接骨院行こうかなと思ってるけど。で姿勢も悪いしね。縁故とかいう言葉使って悪ぶるなお前サタン。そういうの痛いよお前、マジで弾くぞお前ゴンドレア。調子乗んなよお前。ネタじゃない、証明ですよ。メドットさん、村人ありがとう。頑張ってな小松菜、仕事今日も。行くの気持ちいいんだ。行ってみるわ。じゃあヘタレがすいません。やっぱもう初めの1時間だけだな、スイスイ楽だったの。もうきついわ。生きるよ。 あるかもね。いない確率だから、次枠取るときに一回電話してみようかなと思うけど。こっちの俺のやつでさ、電話番号登録したから。お、村人ありがとう。だ飛びやってる時とかは肩も凝ってなかった。動かしてたからな、体じっとするようになってから凝るよね。いや、いるまで座るけど。だから充電がやばいかもな、モバイルバッテリーちょっと。サトルさんありがとう。
と俺が一番心配してるのって分かります？証明してるっつってんだろ、おい豚。ネタにしてねえよ。俺が一番気にしてるのはね、やっぱもう崩れてきてるんだよ。そこを一番気にしてる。もう朝になったらどうなってるか分かんないんだ。なんでしょう、一番俺が気にしてるところ。フルちゃんじゃない、あハゲ。そう、髪型がねちょっともう崩れてきてるんだよ。もうそこ生命線だから、髪型がちょっとやばいんだよ。あ、録音やめます、すいません。カソヌシあるあるでさ、一人のね人をね録音しがちなんだよ。流しとけばいいのにね。もうブロックも20人ぐらいしちゃったし、父さんから養育費代もらって。何それ、それは虚言だな、うん、それは虚言だと思うけど。何の話、エルマルみたいに顔でかくねえよ。あー見つけちゃった。知らん、急がないと俺間に合わない。間に合わねえわ、早く行かないと。歩いてる暇ないわ。あ、道間違えた。お気をつけて。道間違えた、走りすぎた。なんつうのかな、多分ね人のさ本能でさ、俺も目的地に向かって歩いてるじゃん。なんか俺をなんか追い越してきた人いなかったんだよ、歩いてとか。なんか追い越された時になんか本能が出ちゃった。負けたくないっていう気持ちになっちゃった。ユイガのキャスバー行かないとな。
あのハゲもだいぶ落ちぶれたから飲みに行かないとな。来てもらったしね、シャンパン確か2万ぐらいのやつ入れてもらったから、あのハゲに入れないとな。お前よりマシやってさ、12歳の人犯したんだよ。俺より罪多い、まあ、比べるもんじゃないけど、レベルが違うと思うけどね、あの人とは。陰行系ってよくやってるけど、今そういう陰行の命も出ないけどさ、だから12歳の女の子を13回やったんだよ、一晩で。いや反省してますよ、 AY さん。無駄な体力使っちゃったわ。いやこれマジでしょ、調べたら出てくるでしょ。おはよう、ふみ。静岡ならな、ふみちゃんに会いたかったな。まあ、ふみちゃん結婚してるしね、そういう変な感じにならないからさ。歩いてるよ。おちびちゃんもありがとな。おはよう。この袋邪魔だわ。これどっかあの町内のなんかゴミ捨て場みたいなとこ捨てちゃダメかな。ナイス増えねえわ。まあ当然だけどね。なこそうだよ。いらっしゃい。うん、しっかり謝ってくる。土下座して。コンビニ捨てていいのかな。一回店員さんに聞くのがいいだろうな。菓子より持ってきますよ。もうあそこカンカンの中入れようかな。入れていいかな。あそこ2つもあるし、自販機1つに対して菓子折り持っていく。断られる。ここ自販機1つに対して2つもあるから拾ったゴミをね。邪魔だわ。まあ分別はしますけど、やめた方がいい。まあ、叩かれてもあれだしな。重たいな、みんな。あー、もう今渋谷まで来てるわ。渋谷本町学園がある。もうすぐじゃないの？渋谷まで来ましたけど。コンビニ。いやだって地獄なんだもん。もううさたん、カマチョがうるさい。お前カス。左方向。これここ曲がるのかな。帽子かぶろうかな。あ、ここじゃないじゃん。